ただいまから令和5年度男女共同参画社会づくり功労者内閣総理大臣表彰式を行います。佐藤博樹殿、財津道夫殿、瀬尾典子殿、千田明子殿、豊田水子殿、那智里子殿、藤井幸子殿、松浦恵子殿、松村博美殿、安谷清美殿、吉弘恵子殿、表彰状、豊田水子殿、あなたは男女共同参画社会づくりに尽力され、その功績は誠に顕著であります。よってこれを表彰します。令和5年6月27日内閣総理大臣岸田文雄。おめでとうございます。内閣総理大臣の岸田文雄です。男女共同参画社会づくり功労者表彰を受賞された皆様方、誠におめでとうございます。今般、政府として女性版骨太の方針2023を取りまとめました。女性がライフプランに合わせて多様で柔軟な働き方ができるような環境整備、企業での女性登用の加速化や所得向上、経済的自立の実現、女性に対するあらゆる暴力の根絶などの諸課題に政府を挙げて取り組んでいきます。また本年我が国は G7 の議長国を務めていますが、先週末には小倉大臣のもと、我が国で初となる G7 男女共同参画女性活躍担当大臣会合を開催し、女性の経済的自立の推進など G7 の共通の方向性を日興声明として取りまとめました。 G7 で得られたこうした成果を一過性のものとすることなく、政策をしっかりと進めてまいります。男女共同参画社会の実現に向けては、こうした政府の取り組みのみならず、思いを同じくする関係者の皆様お一人お一人のご活躍が何よりも重要です。本日受賞された皆様は、国地方自治体における政策形成、教育学術分野、農業、DV 性犯罪性暴力対策、また国際協力など、それぞれの分野において長年にわたり男女共同参画の推進に多大な貢献をいただいてきました。皆様がますます活躍をされ、後に続く世代の方々のモデルとなっていただくこと、そして後に続く方々とともに、これからも男女共同参画の取り組みをリードされることを心から期待しております。本日の受賞を契機とし、皆様がそれぞれの分野でさらにご活躍されることを記念申し上げまして、私のご挨拶とさせていただきます。本日は誠におめでとうございました。ありがとうございました。岸田総理におかれましては、お席へお戻りください。